よ。あ、本当だ、こっちがある。うん、182メートル。今日はすごい動いてるんですか。眺めいいね。スマホで置いちゃってます。どっち見ても海があるよ。ああ、じゃあもう海だ。うん、こっちには海だ。そうそう。煙？雲？何？あの、でも、いや、雲、うん、こんだけ高いから雲じゃない？いや、海から出てきてるのが見える。てか、動くの早め？動くの早くない？風が強いのかな、うん、気温よりもね、ちょっと顔に見える、うん、気温より海水の温度の方が、高い時はね、なんかもわって蒸気が出ることあるみたいだけど、今はそういう天気じゃないだろうですね。ここ眺めがいい場所だもんね。ちゃんとネジで止めてるんだから、こっちはしない。これごと。これで持ってるのか。こうやね、絶対こうするよ。なるほど、両手で。当たっていくんだ。頂上。頂上だ。これはそれで眺め悪くないね。あれなんだよ。何？どれのこと？海の形みたいな。ああ、海に、なんだろう。海苔かなんか作ってるんかな。海苔か、なんか魚の養殖でもしてるのか。アリは置くとその右気になるわ。うん、なんか結構いっぱいあるよね、海に浮かんでるの。なんだろう、船じゃあるの。船じゃないよね。船じゃあるの。うん、わかんないな。あれ実家ですね、空の戦艦だ。うん。もしあった、もしあった。水平線だ。水平線。向こうにこういうなんかまだ芝っぽいのあるよね。ああ、よくだね。うん、てかさ、水平なのは雲なんだよ。ああ、ほんとね、雲がね、結構平らに見えるね。めっちゃ雲じゃない。うん。なんか入り組んだ形してるよね。結構複雑だよね。山？そうそう。あの島がなんか十字架になる。ああ、そうね。こっちがちょっと。あれ、だってちょっと違いますか、うん、あっちがもうちょっと多くて、うん、で、こうやっていく、うん、本当ね、こうやって高いとこから見るとそういう形がよくわかるね。